まずこの窓がスライドします。あれあれスライドした。皆さんこんにちは、ジェイソン・オリゴブルズヒューイエだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴシティアイスクリームワゴンです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、箱はこのようになってます。ちなみにレゴシティを作るのはめちゃくちゃ久しぶりです。おそらくほぼ1年ぶりにレゴシティを組みます。今回こちらはブラックフライデーセールで購入したものです。ちなみにこちらを買った理由はほぼジャケ買いです。はいこのアイスクリームワゴンの何が好きかっていうと、これが結構好きです。はい、箱の後ろはこのようになってます。よく車をスケボーで追いかけますねでは開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと、説明書が2冊と、2×16 のプレートが2枚と、シールのシートが1枚です。レゴシティってシール結構貼るんですけど、今回はシール自体が大きいので、これは貼りやすそうです。では袋からパーツを出します。はい、まずは組み立てが完了しました。アイスクリームワゴンが思ってたより大きかったです。ではここからシールを貼ります。せーので、完成、アイスクリームワゴンです。はい、完成しました。いや、これはすごいな。ちなみにシール貼りも含めて全部で40分ちょっとで完成しました。アイスクリームワゴンの上の看板がめちゃくちゃ好きです。アイスクリームワゴンについてくるミニフィグは全部で3体です。まずこちらがスケボーに乗っているお客さんです。で、このミニフィグは紙パーツがありますので、このように変えることができます。そしてスケボーの色は紫色です。そしてこちらがアイスクリームワゴンの店員さんです。なんか服装がマジシャンっぽいですね。そしてこれがスケボーに乗ったお客の犬です。
はい、そしてこちらがアイスクリームワゴンです。赤色と白色と水色のカラーがめちゃくちゃ合っています。はい、近くで見ましょう。まずこちらが運転席です。運転席のライトもしっかり再現されていて、ここにオンリーザベストって書いています。そしてレゴシティの車両系のこの車のナンバーなんですけど、このセットの番号と同じです。上にはアイスクリームワゴンのロゴがあります。ミスタークールアイスクリームって書いています。はい、横はこのようになってます。ここに看板があって、メニューがあって、ここにステイクールって書いてあって、ここにオンリーザベストって書かれています。そしてこのアイスクリームワゴンで一番目に引くのがこちらの看板です。後ろはこのようになっていて、反対側はこんな感じです。運転席の造形も今回は結構凝っています。運転席のドアが稼働して、ミラーもこのように稼働します。これすごいな。ではミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。タイヤがついてますので転がし走行で遊べれます。では続いてアイスクリームワゴンのギミックを紹介します。まずこの窓がスライドします。あれスライドした。まずこの窓がスライドします。こんな感じで結構滑らかに動きます。そしてこのアイスクリームワゴンで結構好きなところは、ここがヒンジになってますので、このように開きます。前に作ったレゴクリエイターリバーサイドボートハウスのボートハウスと一緒ですね。中にはアイスの棒とアイスクリームのコーンとアイスが入っています。中にちゃんとレジも入っています。はい、ミニフィグを置いてみるとこんな感じです。僕今回久しぶりにレゴシティ組み立てたんですけど、これはめちゃくちゃすごいです。はい、レゴシティアイスクリームワゴンはこんな感じです。はい、ということでレゴシティアイスクリームワゴンを組み立ててレビューしました。レゴシティを組み立てたのは結構久しぶりだったんですけど、このアイスクリームワゴン車はめちゃくちゃ良かったです。今のレゴシティがここまで進化しているっていうのを実感しました。今まで組み立てたレゴシティの中でもこれはめちゃくちゃ良かったです。ちなみにこちらのアイスクリームワゴンは Amazon で2500円ちょっとで売ってますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ